が上がりすぎて霊魂が抜けちゃったのか。ちょっとキングお待ち、戻ってきてください。みんなも一緒に探してキングの霊魂寝てただけかい。まったくもうしっかりと目を開けててくださいよね。あ、これは失礼。まあ私開ける目ないんですけど。デートスカルジョーク、さすがもう憎いねキング。憎いって、肉もついておりません、骨ですから。よっ、キング見たかい、息ぴったりだろ。なんせうちらはキャマ友だからさ。おみんな羨ましそうな顔しちゃって、いわゆる一つのジェラスイってやつだな。わかってるよ、みんなだってそうさ。みんなキングの音楽が好きで集まった仲間なんだから。なあキング。よほほほほほほ、もちろん。こちらから見ていると全員が昔からの仲間のようです。音楽というソウルが皆さんをつなげてくれた。我々はもうファミリーですよ。ちょっとキング、この曲ってあれだろ、知り合いじゃなくて友達じゃなくて俺たちはファミリー、親戚じゃなくて兄弟じゃない、俺たちはファミリー。素敵じゃないかみんな。キングが仲間の証にこの曲をプレゼントしてくれたぞ。私のことを知ってくれている人と出会う、なんて素晴らしいことでしょう。あなたに、あなたに、あなたに、ここにいる皆さんに私は今日出会えた。夢のようです。そうだ、皆さんには夢がありますか。私の夢はいつの日か正面からラブーンと再会すること。あなた方の夢も聞かせてください。へえ、これだけ頂点を極めたキングにもまだ夢があるんだな。夢は力になる。どうだ、みんなの夢も私たちに聞かせてくれるかい。この中で絶対に叶えたい夢がある人、はーい。おお、ちょっと待って待って、これだけいて誰もいねえのかい。教えてくれよ。一つの夢が今大海原に出航した。夢の船出を見られるなんて最高だなキング。夢は力、皆さん本当に最高だぜ。よっ。